ありがとうございます。めっちゃ夫婦マイです。ありがとうございます。リューハールをご覧の皆様こんにちは、クールです。今日は横浜市中区日の出町に来てます。日の出町のよく行くスポットを案内したいと思うんで、ぜひ見てってください。まずは俺が立っている、働かしてもらってるオールウェル、ちょっと昨日も朝まで飲んじゃったんで迎えに行きたいと思います。イエス。結構全部国産のビールで、いろんな各地から、結構どれもあんま見たことないの多いと思うんですけど、このラベルとかを剥がして壁とかに、まあステッカーみたいな感じで、で空き缶並べて、これかっこいいと思うんですよ。クラフトビールはギリギリまで入れるみたいです。うまいっすすごい。でも飲みやすくて、やっぱこっちの樽から出てるのはめちゃくちゃうまいの。缶瓶もあるんですけど、こっちのが絶対うまいんでおすすめです。もうここはほんとセンベロの街というか、もう右も左も飲み屋ばっかみたいな、入っちゃうとなんだ飲み屋しかないんじゃないかなぐらいな街ですね。ここはここが港っていう天ぷらうなぎっすね。お、オーナーいる、店長いますね。ちょっと今撮影で店長の、もともと DJOK 君っていうんですけど、もうこのゆるい感じのでも上げるとかっこいいですよ。もう本気出すと白衣で、本気出すときは白衣着て、ここで天ぷら上げてくれるんで、ここも夜な夜なあそこ終わってからこっち来たり、みんなで遊んでます。お肉のお店ですね。その焼肉とかではない肉っていうか、そういう感じの肉食いたかったらそっち行きますね。でまあしかも友達の店なんで、普通にこうですね、肉のクリーンです。上から読んでも下から読んでも肉のクリーンです。チョス、ウイスウイス、昨日もお疲れですね。肉の栗です。BBQ 串と BBQ 串、はい、新鮮レバー焼きを、レバー焼きでと、はい、ハイナボールで、ハイナボール、ハイナボールで。結構歌いてくるんですよ、そのレゲエのDJ とか、レゲエ DJ とかも。で昨日もそれでもうテンション上がってずっと朝までラップしたりフリースタイルしたり。お待たせしました、新鮮レバー焼き、ミネギとニンニクをつけてお召し上がりください。いただきます。新鮮レバー焼き、ちょっとニンニクと、うん、めっちゃうまいっす。あのレバーの臭みもないんで、本当にレバーが嫌いな人でも食べれると思います。めちゃめちゃ柔らかくて、もう半生状態ですね。表面だけ焼いて中はジュワッとしてる感じです。で本当ちょうどいい絶妙な塩加減で、酒飲みにはたまらないやつです。お待たせしました、牛ハラミの BBQ 串です。いつもはこう普通に抜いて、で最後あーみたいな形で揚げてる。そうです、これはもう全員お客さん全員そう。女性の方がいいよね。
そうですね。いかつい男に。男同士。ぜひ、そうですね。いただきます。いただくるくん。いただきます。ありがとうございます。うん。めっちゃ美味しい。自家製のバーベキューだれが。めっちゃお肉にあって。噛み応えもあって。ザ・バーベキューって感じの串です。店長のナリです。よろしくお願いします。で、ハラミの方は、これもまたもう本当に新鮮なものだけ、使ってるんですけど、自家製のソースなんですけど、トマトをベースにしたオリジナルバーベキューソースで、ちょっと隠し味なんですけど、ジャック・ダニエルっていうお酒を使って仕上げてるソースになってます。コクがあるよ。コクがあります。うん、深みが。深みが。めちゃくちゃ大好評で、すごい頼んでくれる。ほんと、ここは名物だね。この BBQ 牛は絶対マストで、来たら食べてほしいです。まあ、男のスタッフなんですけど、毎回あーんしてる。これは本当に全員なんで。俺、演出じゃないんで。演出じゃないです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ぜひ、桜木町、広根町近辺来たら、肉の国来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。うわぁ。いや、昨日なんだ。本当だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。